皆様こんにちは、一路真希です。やっぱり宝塚出身なので大阪のお客様が非常に梅芸さんの劇場でやらせていただくときにたくさん来てくださって、とても皆さん楽しみにしてくださるので、私も大阪の劇場でやらせていただけることは非常に毎回楽しみにやらせていただいてました。その劇場で今回さまざまな、今まで共演はしているようでしてない方、そして公演をさせていただいた方、あとはこうミュージカルコンサートみたいなところでしかお会いしない方と、本当にいろいろいらっしゃるんですけれども、中でもやっぱり宝塚の同じ卒業生の、下級生の皆様とはご一緒できるのは非常に楽しみにしております。トートに関してはやはりガラコンサートで本当16年ぶりに当時の紛争のまま当時の出演者みんな集まってやらせていただいて、もうなんかすっごいタイムスリップしたようなすごく素敵な世界を梅芸さんに作っていただけたことに非常に感謝してまして、トートに関してもし何かってなった場合はちょっとあの時の思いがあまりにもすごかったのでちょっと不安ではあるんですけれども、もし機会があれば歌わせていただけたら楽しいなとは思うんですけれども、エリザベート皇后に関しては本当にもう私の中で一区切り終わった感じがとてもあるんですけれども、こういう機会でしかこれから歌うことは多分ないと思うので、もし歌わせていただけることがあればそれはそれでそちらの方も楽しみなので、今回ちょっと自分の中でもいろいろな楽しみがあるという感じですね。はい、恐ろしいことに何かちょっと急に演出家が思いつかれたことをドイツ語でセリフで言わされたりとかして、何か私1週間弱ウィーンに滞在してたんですけど一歩も外に出ず、ホテルの中でそのドイツ語のセリフと何かドイツ語の歌を何かもう。なんかすごい状況でやって本番になったって思い出がすごくあって、人間崖っぷちに立つと意外と何でもできるんだなって思いの経験をさせていただけた非常に貴重な経験でした。はい、怖かったです。でも、はい、ウィーンのお話をオーストリアの方を前にドイツ語で歌ってむちゃくちゃなことだったなと思うんですけど、日本人という役でまだドイツ語もたどたどしいっていうようなシーンもあって、そこをまた英語で歌ったりとかで、そこにドイツ人のウベック・リューガーさんっていう方がその発音は変だよって言って突っ込んでくるシーンとかが英語だったりとかして、なんかもう本当にパニクりました。でもすごい経験をさせていただけ、もうなんかしつこいようですけどすごい経験ができたなと思いますね。はい、そうですね。あれもフランク・ワイルドホーンが書き下ろしで、当時そうですね、本当にいろんな曲を試行錯誤しながらやって、なんかもう本当どうしようこうしようって本番ギリギリまでやってたのを本番で歌ったような気がするんですね。だからそうですね、もう思いってなんかすごい難しくて、もうただ本当無我夢中って思いしかなくて、でも空天豊富光子さんという方が日本人で初めての国際結婚で嫁がれて異国の土地でもう最後まで生きてらしたっていう思いにはもう非常に女性としてものすごいものをすごく感じるので、そういうものが歌に乗っていたような気もするんですね。ちょうどオーバーラップして、だから私の中ではものすごくこう大事にこう撮っておきたい作品ではあるんですけれども、でもアランさんのを見せていただいて非常に彼女が素敵に歌って演じてらしたのでね、もし本当にちょっとでもご一緒させていただければと楽しみにしてますけれども、はい。今回のコンサートはきっと日頃あまりお見せすることのないカップリングであったり、共演者の皆様と、とても楽しい世界を作れると私は期待しておりますので、私もとても楽しみにしてますので、お客様もぜひ、劇場の方に足を運びいただき、この素敵な空間をご一緒に楽しんでいただけたらと思います。お待ちしております。